デビルメイクライシリーズデビルメイクライにデビルメイクライにはカプコンが制作したプレイステーション2用のゲームソフト2003年1月30日発売人気シリーズとなったデビルメイクライの続編である第6回セッサゲームアワーズではセッサゲームアワーズフューチャー優秀賞を受賞前作デビルメイクライが欧米市場日本市場を合わせて200万本を売り上げる 大ヒットを記録。その期待に応え制作されたのがこのデビルメイクライ2である。デビルメイクライから開発メンバーが一新され、プロデューサーが小林博之から田中強に変わっている。ディスク2枚組で、それぞれダンテ編とルシア編の2つのストーリーが存在するが、一部ムービーは使い回しである。プレイヤーキャラをダンテとルシアの2人から選ぶシステムで、ダンテが パワータイプ、ルシアがスピードタイプと特徴づけられている。その他に隠しキャラクターとしてトリッシュが使用可能である。さらにストーリーモードとは別に、ひたすら敵を倒す無限構造の塔に挑む、新要素、ブラディパレスモードがある。また、ファッションブランド、ディーゼル社とコラボレーションしており、隠しコスチュームとしてディーゼルブランドの服装が存在する。また、 本作を HD 画質にリマスター及びトロフィー実績機能に対応した HD 職版が2012年3月22日に PlayStation 3と Xbox 360で発売された。本校では DMC イコール1、DMC2 イコール2、DMC3 イコール3、DMC4 イコール4と略記する。本作は ダンテとルシアの二人が使えることにより、ダンテは前作と比べ動作の隙が大きくなった代わりに、攻撃力が高いパワータイプ。ルシアはダンテほどの攻撃力はないが、動作が素早いスピードタイプとタイプ分けがなされている。基本は前作と同じく 3D アクションゲームで、プレイヤーは主人公ダンテ、またはルシアを操作し、剣や遠距離武器を駆使して敵を倒しながら、 ミッションをクリアしていく。ゲームの流れも前作同様ミッション構成。ゲームのポイントはいかにスタイリッシュに敵を倒していくかである。敵との戦闘になると敵の倒し方によってスタイリッシュランクが画面上に表示される。これはダンテルシアをいかにスタイリッシュに戦わせているかを表したものであり、魔をおかず連続で攻撃をしていくとランクが D、C、B、 S A, S と5段階上がっていく。本作は、前作と違い、攻撃した後銃を撃ったり、回避行動を繰り返すことで、スタイリッシュランクを維持できるようになった。高いスタイリッシュランクで敵を倒すほど、レッドオーブが多く手に入るようになっている。ダンテの使う武器は、剣が3種類、銃が4種類、ルシアが使用する武器は、剣が3種類、遠距離武器が4種類となっている。 左スティックや、ロックオンボタンの組み合わせにより、様々な技を繰り出せ、攻撃方法によって、スタイリッシュランクの上がり方も違う。今作にもデビルトリガーがあり、ダンテルシアは DT を引くことでマジン化する。1とは異なり、装備している武器に関係なく使用できる。また、デビルハーツという新システムが追加され、アミュレットにデビルハーツを装備することで、マジン化時に効力を発揮する。 ダンテのみ、体力が赤色の時に DT を引くと、新ジンが発動し、無敵状態で攻撃が可能になる。デビルハーツは行動範囲を広げる、移動系、攻撃に属性を付加する、属性系、ダンテルシアを補助する、補助系の3種類に対別される。アミュレットには円形、マがタた曲がた、三日月型の3つのくぼみがあり、そこにデビルハーツをはめ込むのだが、それが、 各系統のデビルハーツの形状に対応している。つまり各系統ごとに一つずつ、合計で3つ装備できる。以下にデビルハーツの名称と効果を記す。イエビルハート以外の効果は、マジンカジにしか発揮されないため注意すること。移動系、エリアルハート翼を生やし、空中移動ができるようになる。クイックハート移動速度が速くなる。PS2 版では、プログラムミスにより、 下記のオフェンスハートの効果が同時に現れる。HD 版では修正された。アクアハートルシアのみ。水中移動速度が上昇。属性系、フレームハート攻撃に炎属性を付加する。フロストハート攻撃に氷属性を付加する。エレクトロハート攻撃に雷属性を付加する。イービルハートルシアのみ。装備者の体力を徐々に奪う。特定のミッションでのみ。 強制的に装備。補助系、ヒーリングハート体力回復速度上昇。オフェンスハート攻撃力が大幅に上昇する。PS2 版では、プログラムミスによりつけても効果がないが、HD 版では修正されて効果が受けられるようになった。黒のハート攻撃時に敵の動きを遅くする。ノーマル初回プレイ時の難易度。クリアにより、ミッションセレクトとクリアした方のプレイヤーの、 ディーゼルコスチュームが出現する。ダンテ編、ルシア編もにクリアすると、ハードとブランティパレスモードが出現する。ハード、ダンテルシア両プレイヤーのノーマルクリアで出現。敵がノーマルよりも強く、行動パターンが変わる。また、レッドオーブはノーマルよりも多く入手できるが、時空心臓から得られるアイテムのレッドオーブ消費量が多い。 ダンテ編をこの難易度をクリアすると、スパーダとルーチェアオンブラを装備したトリッシュが使用可能になる。ルシア編をクリアするともう一つのディーゼルコスチュームが出現する。ダンテ編、ルシア編ともにクリアすると、ダンテマスト D が出現。ダンテマスト D 最高難易度。敵がハードよりも強く、行動パターンがハードから、さらに変更。そして敵が、 デビルトリガーを発動する。この難易度をクリアすると、ダンテ編では、前作1のコスチューム、ルシアでは、X が使用可能になる。今作は唯一このモードをクリアしても DT ゲージが減らない。スーパーキャラクターを使用できない。また、ダンテ以外の人名が入った、マスト大モードが存在する。マレット島にて、マテウンデスを倒し、数年以上の月日が流れた。 変わらずベンリアを営むダンテは、ある日、デューマーリ島の守り手、ルシアにより島へと導かれる。そこで、ルシアの母で島の守り手でもあるマティエから一つの依頼を受ける。古代の神々や妖精を信仰する人たちが、正当なる神の信仰により、異端として排斥され、流浪の果てにようやく見つけた、安住の地デューマーリ島。島には古代信仰に由来する秘密が数多く、 残されたが、現代の島の住民のほとんどはそれを忘れ去り、今では国際企業ロボロス社の CEO のアリウスの手によって近代化が進められていた。しかし、アリウスは人間でありながら、魔界の復活を望み、葉をアルゴサクスの封印を時きの神に取り込もうと、画策し、鉱物資源の採掘を隠れ蓑のに島が秘める間の力を我がものにすべく暗躍していたのだ。ダンテは、 ルシアと共に、覇王の復活を阻止するべくアリウスを追う。やがてダンテは父スパーダの足跡を踏み越える試練に挑み、ルシアは自分自身の隠された秘密と出生に向き合うことになるのだった。ダンテ生、マットカミンスキーダンテ編主人公。その強さは円熟の域に達しますます冴え渡る。様々な仕事をこなし、精神的にも肉体的にも成長したため、 他シリーズと比べ口数が減り、クールな性格になっている。ベンディアは、今も続けているが、それと同時に、シチスパーダの伝説を追い求めている。マティエに、アリウスの倒滅を依頼され、デュマーリマをかける。ルシア製、フランソワーズ・グラリュースキー・ルシア編集人公で、今作のヒロイン。デュマーリマで魔物を撃つ力を持った、守り手。ポンチョのようなものを身につけている。 ダンテと同様、デビルトリガーを引くことができ、白い羽の生えた超人のような姿になる。武器は、担当の二刀流、遠距離攻撃に関しては、ダガーや爆弾等を使う。マティエと共にデュマーリの守り手として暮らしていた。アリウスの野望を止めるべく、アオアルゴサクス復活の儀式に必要な四つのアルカナを保護するためにデュマーリ島をかける。 実はアリウスによって作られたセクレタリーという魔物の一人であり、名前はカイ。出来損ないとして廃棄されるところをマティエに救われたのだった。以後はマティエの元で戦士と同時に娘として育てられた。トリッシュ星、サララフルールハードモードをクリアすると出現する隠しキャラとして登場。彼女独自のストーリーはない。近距離武器としてスパーダを使用。性能は 前作のダンテに似ている。小説版では、ムンドゥスがダンテとバージルを殺害し、人間界を支配することに成功した平行世界のトリッシュが登場している。平行世界のトリッシュは、ムンドゥスによって心がない純粋な悪魔として、量産されており、ムンドゥスの配下の中では最強である、金色の軍団の名で呼ばれていた。体調核であるトリッシュは、電撃の負けアラストルを獲物とし、 ダンテと戦うが敗北する。その後は、体調角のトリッシュの死によって、残りのトリッシュたちも消滅した。マティエ星、フローリー・リルシアと同じ守り手であり、ルシアの母。先祖がスパーダと共に、アルゴサクスと戦った伝承に詳しい。スパーダの息子であるダンテに、アリウスの倒滅を依頼する。ルシアに、実の娘のように接し、守護者の戦士として育て上げた。 アリウスルシア編のラスボスで上級悪魔を召喚、使役できる魔術師。表向きは複合企業ウロボロスの経営者だが、裏では魔力と科学を駆使して究極の存在になろうと格索していた。人間でありながら魔の力を求め、デュマーリ島を魔の巣窟にした超本人。魔界の覇王アルゴサクスの力に目をつけたアリウスは、世界の王となるために覇王、 アルゴサクスをその身に取り込もうと企む。それにはまずアルカナを手に入れ、魔界の門を開く儀式を行う必要があり、その儀式に邪魔なダンテルシアを始末しようと、様々な魔物を繰り出す。人造悪魔を作る実験も行っており、小説版では人造悪魔の製造方法をある会社から購入している描写が存在する。ルシア編の最後では醜い雲のような姿と化し、襲ってくる。 名前の由来は、アレクサンドリアの司祭であるアリウス。覇王アルゴサクス越え、シャーマン・ハワード・ダンテヘンのラスボスで、魔界の覇王。一に登場した、マテー、ムンデスと同等の実力を持ち、ムンデスとは魔界を二分して争っていた。一のボスと二のボスの能力を合わせ持ち、それらが無秩序に融合したような姿をしている。絶望の具現者、 ザ・ディスペイア・エンボディードがあるゴサクスの真の姿。ザ・ディスペイア・エンボディードは、全身が炎のきらめきに満たされた、両性具有の魔人のような姿。あらゆる場所に瞬間移動し、攻撃を仕掛けてくる。かつて、ムンデスが、スパーダによって倒された時に、魔界の大半を手中に収めるが、デュマーリの守り手とスパーダの手によって封印される。不完全ながらも復活し、ダンテは、 父の自責を超えるべくこれに挑む。ベリル若毛の女性デビルハンター。対戦車ライフルやサブマシンガン等数多くの重火器を使いこなす。生涯をかけて追い求めていた呪われしまぐ、獣の首入手の助力をなりゆきで出会ったダンテに求める。獣の首の魔力に巻き込まれ、ダンテと共に平行世界に飛ばされてしまう。彼女が獣の首を追い求めていたのは、 獣の首を手に入れたことで悪魔になって死んだ父のあだを撃つためであった。事件解決後は愛用の対戦車ライフルを報酬代わりにダンテに渡し姿を消した。デューカス、ネズミのデューカスのあだ名で呼ばれる裏社会のチンピーラ。一人称はオイラ。羽振りの良い金持ち相手に寄付という名の差ががいの集金を行っていたが、失敗ばかりで鬱屈とした日々を送っていた。偶然、 獣の首を入手し、その力を利用して、ギャンブルで成功を収めたが、欲望や絶望を吸収した獣の首に取り込まれて、悪魔になってしまう。最後はダンテに倒された。チェンウラ社会の大物にして、悪魔の力を利用した、生物兵器製造に手を染める、武器商人。悪魔化した人間で構成された、ゴーストナイツと呼ばれる紙幣を用し、ゲーム本編のウロボロス社に、 人造悪魔の生産ノウハウの提供を行っていた。肉体の7割が悪魔の素材で構成されており、終盤で獣の首を取り込んで強大な悪魔と化し、一時はダンテを目線させたがダンテとベリルのコンビネーションの前に敗れた。ムンドゥス小説版ではダンテが獣の首によってたどり着いた平行世界のムンドゥスが登場している。平行世界のムンドゥスは、 幼少期のダンテを殺害して、スパーダの意志を継いだ、バージルを倒し、スパーダの血族の抹殺に成功したが、獣の首で、平行世界に転移してきたダンテに滅ぼされた。なお、すでに、ムンデスを凌駕していたダンテは、リベリオンとエボニーアイボリーだけでムンデスを倒している。本編とは、独立したモード。内容は無限構造の塔で、ひたすら戦闘のみを繰り返すというものである。 1>, 1フロアの敵を全滅させると、1レベル上への魔法人、10レベル上の魔法人、100レベル上の魔法人の3つが現れ、この3つのうちどれか1つの魔法人を選んで、戦闘を繰り返していく。上へ行けば行くほど強い敵が待ち受けており、どこまで行けるかを競うやり込み要素の1つとも言える。プレイヤーの体力がなくなると終了し、それまでに獲得した、レッドオーブが生産される。 10回戦うとそれ以降ボスが登場するようになり、100レベルを超えると、その他にザコも現れるようになる。このモードは次回作 3SE で隠し要素として復活を果たしており、後のシリーズ作品にも登場している。本作では、剣と銃どちらもレッドオーブを消費して強化することができる。今作のみダンテの近接武器が剣のみで固定やヌンチャクがない。 技の習得等もなく、使用可能な技は、どの武器であっても同一である。また、魔人化すると技のモーションや性能が別のものへと変化し、魔人専用の技も追加される。銃器は一部の武器を除いて、チャージショットが不可能になった代わりにボタンを押しっぱなしで遠距離武器の連射が可能。むしろ悪魔の餌食となった罪人の魂の悪意や欲望の残骸から生まれた低級な悪魔。 霊長類のような容姿作中での雑魚に位置し、数多くの派生型が存在する。名前は、古い日本語で猿を意味する、マシラをもじったもの。ホムロムシラ、ムシラと同タイプの悪魔。炎をまとっている。名前の、ホムロは、古い日本語で炎を意味する、ホムラから。グブスムシラ、ムシラと同タイプの悪魔。こちらは猛毒を帯びており、 攻撃を受けると毒に侵されることがある。他の同族と異なり毒液を吐いて攻撃したりもするが、隙が大きくそれほど遠くまでは飛ばせない。名前のグブスは古い日本語で毒を意味するブスから、ジョモツムシラムシラと同タイプの悪魔だが魔界の正気によって能力が向上しているのが特徴で同族の中では好意の存在である。名前のジョモツは 古い日本語であの世を意味する、世もつくにから。アゴノフィニス罪人を拘束しが死させるための鉄の檻が、警視者の怨念に操られて、勝者を襲うようになった悪魔。苦痛によって動く。名前は、ラテン語で、苦痛の隔離を意味する。テレオフィニス罪人を拘束しが死させるための鉄の檻が、警視者の怨念に操られて、勝者を襲うようになった悪魔。アゴノフィニスとは、 腕の武器が異なっている。恐怖で動いている。名前は、ラテン語で、恐怖の隔離を意味する。モルトフィニス罪人を拘束しがしさせるための鉄の檻が、警視者の怨念に操られて、少者を襲うようになった悪魔。アゴノフィニス、テレオフィニスとは、武器が異なる。血によって動いている。名前は、ラテン語で、死の隔離を意味する。ゴートリングヤギの頭部を持つ悪魔で、 空中を浮遊して移動し、雷撃で攻撃する。その挙動から、雑魚の中では、攻撃を与えることが難しい。正式な種族名は不明。これは、本当の名を呼ぶことで、彼らに力を与える、可能性があるからである。ブラッドゴートゴートリングをはじめとする、ヤギの一族の行為に存在するあくまで、血の名を持つ通り体色が赤いのが特徴。 アビスゴート、ヤギの一族の中で最も強力な悪魔。体色は真っ黒になっている。パイロマンサージャ教徒として殺された人間の怨念が悪魔と化したもの。魔性の炎を操る能力を持つ。アウロマンサージャ教徒として殺された人間の怨念が悪魔と化したもの。魔性の光を放って攻撃する。ブロントマンサージャ教徒として殺された人間の怨念が悪魔と化したもの。 魔性の雷を操る能力を持つ。サルガスー頭蓋骨のような外見の下級悪魔。人間の頭蓋骨の場合と、巨大な一つ目の頭蓋骨の二種類がいる。前作にも登場。サベッチゴーレム様々な生物の骨や肉、内臓によって作られた人工生命。再生能力が非常に高く、体の半分を失ってもすぐに再生する生命力を持つ。 ビューや猛禽類のような姿をした悪魔。空中から飛びかかってくるほか、羽を飛ばして攻撃する能力も持つ。デモのコーラス進行の対象であった、天使像が皮肉にも悪魔となった姿。まるで賛美歌を歌うように邪悪な呪文を映象し、使いこなすことができる。名前を直訳すると、悪魔の合唱。フラムバット園で構成された川堀のような下級悪魔。 一体一体の能力は低いが、集団で襲いかかってくる。スピセーレモージャの魂から抜け出した、驚愕のエネルギーが凝縮したもの。攻撃らしい攻撃はしてこないが、刺激を受けると爆発してしまう。ブレードマミカドが人間界を侵攻するために、想像した、リザードマンを思わせる全衛兵。大将のタイプ違いがいる。前作でも登場したブレードの亜種で、 今回登場するのは水中に適応したタイプである。エラプトジェル水中ステージで出現する、クラゲのような加藤悪魔。こちらから接近すると突進して、自爆攻撃を行ってくる。インフェスタント生物だけでなく無機物にも寄生し、自由に操る能力を持つ魔界の寄生生物。様々な物体に寄生し、かなりしつこくダンテを追跡してきた。 インフェステッドタンクインフェスタントが戦車に寄生した存在。巨大な方向から放つ弾丸や炎を主な武器としているが、機銃による攻撃も侮れない。登場口あたりに弱点である目が存在する。インフェステッドチョッパーインフェスタントが戦闘ヘリコプターに寄生した存在。ミサイルや弾丸だけでなく、プロペラにも当たり判定があり接触するとダメージを受ける。ファントム。 幻影の名を持つ雲のような姿の上級悪魔で、外骨格は固く高熱のマグマに覆われている。弱点は頭部と背中で、それ以外には攻撃は通用しない。前足で攻撃してきたり、跳躍し踏みつぶしてきたりするほか、口から炎を吐いたり、地中からマグマの柱を立ち上らせるなど、攻撃パターンは多い。またサソリのような尾で攻撃してきたりもする。前作で、 ダンテに破れたが、復活を遂げる。しかし、一とは異なり言葉を発しないため、同一の存在なのかどうかは不明。オラングエラ巨大な猿のような姿を持つ悪魔。本来は、熱帯地方に出現する悪魔とされる。巨体に似合わない、素早さを持っており、怪力で敵を襲う。腕にのみ攻撃を加えていると、腕がなくなり、攻撃方法が制限される。 タルタルシアン相当の巨人のような悪魔で、中身は藍色で、全身は高速具に覆われているのが特徴。両腕の鉄球を振り回して力任せに攻撃を行ってくる。名前の由来は、冥府の名、タルタロスから、プルートニアンタルタルシアンとよく似た悪魔で、こちらの方が、能力は、さらに強力。体は赤く、やはり両腕の鉄球を武器としている。 ジョカトグルム水を好む女性の肉体を持つ巨大悪魔。巨大な触手を武器にダンテに襲いかかる。本体は移動しないが一本の触手のリーチが非常に長い。本体に接近し攻撃を受けたり触手を失うとバリアを広げダンテを弾き飛ばす。フュリアタウルス本来罪人を熱によって焼き殺す処刑道具だった牛がマのロが悪魔となったもの。 死子に炎をまとっており、炎による攻撃を得意とする。名前は、立腹の王子という意味。ノクトプテラン魔界に生息する巨大長のような悪魔。ナウマンゾウさえも即死させる猛毒の臨噴ンンをばらまく、能力を持つらしいが、なぜか、それを使っては来ず攻撃はしてこない。この戦い繁殖能力で、ラーバと呼ばれる大量の芋虫を生み出すことができ、本体よりも、 むしろ無数に生み出される、ラーバの猛根が脅威となる。ラーバのクトプテランの幼虫。ガの幼虫でありながら、肉食で芋虫とは思えない凶暴性と、スピードで襲い来る。縦オベスミツの中に住む巨大な、魚型の魔獣。ルシア編の水中ステージにのみ登場。光学迷彩のような能力を持ち、放電能力も持つ。 ボルベルクかつテスパーだと戦い敗れた魔界の戦士。辺境の神々の主神が対戦に敗れて転生した姿とされる。フレキ、ゲリという二体の狼型の使い魔を連れており、この三体によるコンビネーションでプレイヤーに襲いかかってくる。ほぼ回避不能の月を出してくる難敵。フレキゲリ・ボルベルクに付き従う狼の姿をした使い魔。 常に攻撃しながら素早く移動するため非常に厄介な存在。トリスマギア暗黒の知識を持つ三人の闇の賢者たち。それぞれが炎、雷、氷の魔術を操ることができ、さらに合体することでより強力な魔術を駆使する。行動範囲が限られており、ボスの中でも思うようにダメージが与えられない難敵。ネファステュリス巨大なビルの壁面を媒介に出現した。 大巨人の上半身のような悪魔。名前は、災いの塔を意味する。巨体だけでなく口から放つ破壊光線も、武器としている。DMC2 のオープニングデモにて魔人化したダンテと戦っている。ネファスカピティスネファステュリスの切断された頭部が、頭部のみで活動を再開したもの。その名前は、災いの塔を意味する。ネファスベルミスネファステュリスの体内に入っていた。 災いの虫。ネファスティリスの巨体を集団で動かす強大な魔力を持つ。セクレタリー・アリウスが魔術と科学を駆使して作り出した女性型の人造生命体。アリウスの命令に忠実に従う。名前は秘書を意味する。ルシアはもともとは廃棄された一体のセクレタリーであった。 ポゼストアリウス不完全な悪魔化の儀式によって、アリウスの内包していた魔力が暴走してしまった姿。もはや理性は存在していない。アリウスアルゴサクスアリウスの肉体を、覇王アルゴサクスの意志が完全に乗っ取った姿。能力も、ほぼ完全に復活しており、まさに、覇王にふさわしい高い魔力を持つ。ルシア編の最後のボス。アルゴサクスザケイオスワルゴサクスが、 さらに力を吸収した形態。あらゆる間の姿と能力を合わせ持つ、まさに混沌の化身。使用した能力は、オラングエラ、ファントム、ジョカトグールム、ネファステューリス、フュリアタウルス、そして、前作のボスのグリフォンである。ザ・ディスペア・エンボディード、ハオ・アルゴサクスの真の姿であり、私有動体の神々しい人型の肉体を持つため、進行対象とされていたこともあるらしいが、 その本質は絶望の具現である。ダンテ編の最後のボス。以後のシリーズに引き継がれた今作初登場の要素を記す。ホワイトオーブデビルトリガーゲージをその場で回復できるアイテム。グリーンオーブのデビルゲージ回復版。武器の強化近距離、遠距離武器をレッドオーブを消費して強化できる。3では遠距離武器のみ強化可能となり。 近接武器については一部技の強化と各種技の追加が行える仕様に変更。ミッションセレクト本作は一度ゲームをクリアすると好きなミッションを選んで挑戦できるミッションセレクトが追加される。次回作からはクリアしなくてもミッションセレクトが行えるようになった。例ボタンによる回避これ以降、スタイルシステムを採用した3以降のナンバリング作品では、スタイル、 トリックスターのみで可能。ボールハイク壁に向かって回避ボタンを押すと壁を駆け登った後ジャンプする。3のみ、スタイル、トリックスターの回避アクションとして登場する。武器切り替え、遠距離武器をボタン一つで瞬時に切り替えられる。3では、両武器2種類ずつ装備し、ボタン一つで瞬時に切り替えられるようになった。4以降は、装備数に制限がなくなり、 最大3から4種類を切り替えるようになる。トゥーサムタイム2丁拳銃を使って2体の敵を同時に攻撃する。3以降はガンスリンガーのスタイルにおいてスティックで正面任意の方向に撃てるようになった。レインストーム2段ジャンプ後、真下の敵二重を乱射する。通常よりも威力は高いが敵にロックオンをせずに真下に撃つのみ。3以降はスタイル、ガンスリンガーの スタイルアクションとして登場する。ファイアーワークスショットガンをヌンチャクのように振り回して散弾を撒き散らす。上記と同じく3以降ではガンスリンガーのスタイルアクションとして登場する。スタイリッシュポイント戦闘で得られるスコア。敵を攻撃するなどでスタイリッシュランクに応じて蓄積されていき、デビルハンターランクの評価基準となる。このポイントは 3以降も少々仕様を変えながら引き継がれている。レビューにおいては、前作よりの気並み大きく低いスコアがつけられた。主に難易度の低下が上げられている。戦闘システムが宣伝されていないことや、武器が長所と短所を持ち合わせたものではなく同種の弱い、武器か強い武器しかなく宣伝されていないことが批判された。ボス戦では、前作よりも、 戦略を必要としないことが批判を受けた。ゲーム環境も良くなく、前作ほど細部まで行き届いていないとされた。また、ダンテの性格の変化は批評家に受け入れられなかった。ダンテの挑発的な態度はトーンダウンしたが無口になった。ルシアのミッションは、ダンテのミッションを再利用したもので、バリエーションが少なく、開発者によるリプレイの価値を高めるための安直な方法とされた。 ゲームスポットは本作を2003年で最も失望したゲームに選出した。ウゴネットワークスではビデオゲーム最大の失望19位のランクイン DMC 自体はとてもいいものとした。DMC には古代広告が行われたわけではないが商業面では失敗しなかった。一方、肯定的なレビューも受けた。スキシクストリムは環境面は挙動が悪化しただけであり、 前作を上回れなかった唯一の理由としてチャレンジ精神がないことを主張、多くの批評家に反論した。エレクトロニックゲーミングマンスリーはゲームの操作方法や新たなアイデア、ディスク2枚に分けて2人の主人公をフィーチャーしたアイデアを称賛した。プレイはルシア編について自己実現のための無慈悲なソネットに宗教的な含みを持たせた物語だとし、 物語だけでもこのゲームを買う理由になると述べた。日本ではファミツークロスレビュー32点でゴールド伝道となっている。ゲーマーガでは満足度ランキング横丁のコーナーで2009年に読者投票として行われた期待外れだったゲームで10位中8位にランクインしている。2の売り上げは右肩上がりに推移。イギリスでは2003年上半期のトップ10のベストセラーとなる。 2003年3月に、カプコンは、全世界の出荷総数は140万本と、発表、2006年9月時点で170万本、出荷している。デビル、メイクライに原作、カプコン、チョ、ゴ、池田真也、イラスト、小木ヨシユ、サトシ、出版、角川スニーカー文庫、発売日、2003年11月29日、ISBN、 9兆7840億4443万1105ゲーム本編の過去を描いた物語。デビルハンターのベリルから呪われたマグ、獣の首の創作を依頼されたダンテは現実世界と悪魔が人間界を支配した平行世界の二つの世界をめぐる戦いに身を投じる。ありがとうございます。